ちょっと一回練習でやってみよう。いくよ。俺がやったら中隠れるのよ。はい、みんな、隠れるタイム。あー！バブルがでかすぎて死んじゃった。そんな事件が。そんな事件があったのか。これは全く読んでいなかった。あれバブル、なんか明らかに、今明らかに埋め通ってたバブルあったけど。見て、ヒレオの車を。ヒレオの車を縦縞にしてる。なんか見に来てる。ごめんな。なんかちょっと汚くしちゃった。落ち込むな。ちょっとかっこよくなってんじゃん、ほら。アメ車みたいな。さっきはバブルがでかすぎて、待機してるタコが死んでしまうという事件が起きたので、ちょっとバブルをみんなで小さくしてきました。それでは、バブルかくれんぼしていきましょう。いきます。バブル走車。オッケー、これで隠れる。あれ？これ、塗っていいかな。あ、やばい、バレる。見てるこっち。あえて後ろにバブルをやることによって。あ、いいじゃん。俺ここにする。ちょっと待って、みんな。ちょっと。だんだん遠くなってくる。威力出てる。なんかめっちゃバブル飛んでいくんだけど。いくよー。いまーす。いや、バブルがどっか行くんよな。こっちにしよう。ヒロ君来た。いいじゃん、ここ。オッケー。みんな耐えた。耐えたけど、バブルがこっちに流れるから、もしかしたら俺死んでたぞ、これ。ギョーン。バブル。あ、いいね、このバブル。このバブルいい。うまい。おー、生きてる。生きてる。ナイス。みんなこっち側のバブル耐えてた。ほい。さあ、どこにしようかな。ちょっと、ひるく。ここ大丈夫か、俺。ちょっと俺見えてないか。うわぁ。誰か生きてる。みんな生きてる。バブルがさ、飛んでいくから、こっちに集まっていくよね、やっぱ。猫鳴いてる。もうすごいね、これ。ちょっと。今、ここでしたよね、今。着地。これ何度見てもいいね。さあ、ヒレオくんはどうチョイスするのか。今めっちゃ隠れてるよ、イカちゃんたち。お！そこはどこだ？誰も倒していない！すげえ！ちゃんと隠れてる。はい、次着地の方をやりたいと思います。さあ、どこに飛ぼうかな？ここ！ここに決めました！やっ！え、全員倒した！え？全員倒した！俺全員倒したよ！